今村つとむさん、今村つとむさんは、実業家、政治家、奈良県安土町生まれ、銀行家、今村幸男、大阪大学第五大総長、今村荒尾、第二本坊席常務取締役、今村串夫の父、県中組の立役者、今村文吾の老い、家は代々昭屋を務め、現在は安土町歴史民俗資料館として、一般公開されている。 明治14年に大阪府会議員になったが、府の地方税の過重を憂い、奈良県の採用権運動に資材を投じた。明治20年11月に奈良県の独立が認可され、初代奈良県会議長に就任した。明治21年には四国、さぬき鉄道会社の社長に就任。明治22年に辞退、1890年7月1日の、 1> 第1回衆議院議員総選挙で当選。大熊重信の改新党で衆議院議員として活躍した。その他なら鉄道会社の社長、郡山坊石会社の社長に就任するなど、政界実業界にわたり活躍した。なお郡山坊石は明治40年6月30日に、摂津坊籍に合併され、摂津坊籍は大正7年6月1日に、 天川崎宝石と合併し、大日本宝石となった。大阪大学歴代総長あまり、カオル大阪大学編大阪大学出版会 2004ISBN48 億7259万1798。ありがとうございます。